はい、こんにちは、影丸です。インプレッサの動画で前にインパネの説明とか、してほしいということだったんですけれども、今日はちょっと簡単にインパネの説明ですよね、わからないなりに、レポートしてみたいと思います。まずこの S とかっていうマークなんですけれども、これはこちらちょっと暗いんですが、ここの SI ドライブだったと思うんですけど、これをプチッと押すと i モードに切り替わります。それここのインパネのところに i というふうに表示されます。で S シャープですね、スポーツモードのもう一個上に切り替えると S シャープですね。なんかそのエンジン冷えているときは、勝手に S モードですよね、に切り替わるらしいです。で、その下のオートのところなんですけれども、ちょっと暗いんですけど、すいません。何やったかな、名前。デフのコントローラーだったと思うんですけど、ここを上下にすると、いきますね。オートプラス。それからマイナス。確かなんか路面が悪い時はどっちかプラスかマイナスかにするとなんかそのいいらしいです。すみません。それではちょっとエンジンかけてみますね。現在ですね、エンジンの方をかけているんですけれども、とりあえずあとは説明するとこどこかな。じゃああれの調整見てみましょう。何やったっけ、いっぱいなんかあってよく思い出せません。レボーン、レブオンちょっと調整してみましょう。レブオンの調整はすいません、前に左側のパネルでなんかできるとかできないとか説明したと思うんですけど間違えてました。ここのボタンでこれがレブオンの設定なんですが、ここで長押しするんですね。でこれで調節できる状態です。で回転数、まず線側の単位を変えるときはボタンを長押し、最低2000からですかね。でもう一回押すと100の単位を調節できるというわけです。これで2000回転でレボンが鳴るという形ですね。 OK、 じゃあちょっとレボン聞いてみましょう。これで2000回転でレボンが鳴るという形になります。はい、それではですね、今日は本当に簡単なんですけれども、インパネの動画でした。今度またちゃんとドライブしている動画撮影してきますので、ご了承のほどお願いいたします。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。